はい、こんにちは。ガザガザミシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、琵琶湖博物館の水槽シリーズの11回目になります。で、今日は岩床ナマズですね。はい、まあ、岩床ナマズといえば、まあ、このチャンネルでは割と登場、まだね、生態は通ってないんですけども、紹介はできてないんですが、なんかいろんなところでね、出てきて、お話に出てきてるんで、まあね、馴染み深い魚ではあるんですね。で、まあ、もちろん琵琶湖の固有種ということで、まあ、琵琶湖とねつながっている余呉湖にも生息しているナマズです。で、こちらがその水槽なんですが、この前のねスゴモロコとかヒガイとかねと同じゾーンにあって、まあ、同じ形の水槽ですね。で、下にね岩がねゴロゴロなっていて、ちょっとね重ねたところに岩床ナマズがこう入ってますね。2個体いたのかな。はい、これ見てみる と右側はね多分強い個体で、こう左側のね個体がちょっとなんか噛まれた、ね、ちょっと肌が荒れちゃってますね。なんで、まあちょっとね2匹飼いはどうなのかなっていうのは個人的には感じたんですけども、まあ、そんな感じですねすいません、辛口で。で、上の解説版を見ていくと、岩床ナマズと。で、ナマズ科の、ナマズ属ですね。ナマズ属は、シルルス属といってね、琵琶湖ナマズ、それからナマズ、それから岩床ナマズ、そして谷川ナマズは、みんな、シルルス属の魚ですね。で、この岩床の種小名が、ディソフィルスという名前なんですね。これ、あまり知ってる人多分いないと思うんで、せっかくなんでね、学名もできるだけこのチャンネルでは、ね、表記するようにしてるんで、覚えてもらうとよりねマニアック度が増すんじゃないかなと思いますそしてこちら岩床への適応ということでね、まあ、油被害なんかのところでもね同じような話をしてるんですが、やはりこの岩床も、岩礁地帯にね北の方に生息しているということで、まあ目がね少し横に飛び出ている感じのナマズなんですね。これはその岩礁地帯で視野を広げるためにこういうふうに適応したんじゃないかなと言われているそうですね。で、まあ実際に普通のナマズとオオナマズと比べると、やっぱね目がちょっと上向きじゃなくて横についてるんで、まあこの下から見て、水槽の下から見てもね、上から見ても目がね確認できるような位置にあるんで、まあそういった魚なんでしょうね。で、あと体高が高くてね、こう厚みがあるんで、まあ岩場で泳ぐ能力が高いというふうにこう言われてますね。そういった魚なんですね。で、あとお腹がね、とても黒いんですね。で、これは確かにどこで撮ってもいつ泳いでるのを見ても琵琶湖内でね確認してみても確かに黒もしくはまだらですね。で、大きなね、琵琶湖ナマズなんかお腹が結構真っ白なんですね。なので、もうそのあたりが全然ね、違うので、もしね、こうちっちゃいのはね、よく岩床ナマズと大ナマズの違いがわかりませんみたいな人もいるんですけども、まあ、そういった特徴をね、基本的なところをしっかり押さえてみてもらうと、どっちなのかなっていうのはすぐにわかるんじゃないかなと思います。そしてこちら岩床ナマズの親戚はっていうね、解説版があって、まあ、最近のね研究で岩床ナマズに一番近いというふうに、言われてたのが、昔はナマズだったんですけども、それよりもさらにねもっと近縁な種類として、中部地方、東海地方に生息していた、している谷川ナマズというね種類が、新たに記載されて、いろいろ研究を進めると、この岩床とすごい近いんじゃないかっていうことがね分かってきたんですね。で、僕はもう正直言うと、まだこの魚はね多分昔ね撮ってるのかもしれないんですが、はっきりね あれがそうだっていうね今僕の記憶ではないんで撮ってないかもしれないんですけど、で、ね、まあ、いつかね出会いたい魚ではあるんですけども、まあこういうね日本には4種類のナマズ、シルルス属がいるんだっていうのね知ってもらえるといいなと思います。で、まあ飼育に関しては特別ね岩床ナマズ特有のものっていうのは多分ないかなっていうふうな感じなんで、まあ、基本的に普通のナマズ
がちゃんとね喧嘩をせずに病気にならずに、暴れずに飛び出さずに帰る環境のね水槽システムをちゃんと維持できるような環境であれば、イワトコナマズは、子供であれ大人であれ基本的に帰るかなと思います。ただやっぱ冬すごくもったいないね、飼育で例えば蓋を閉め忘れてね飛び出して朝死んじゃってたとか、でもそういうねすごく初歩的な飼育ミスっていうのはやっぱ避けてもらいたいですし、まあね建てお店で売っててね手軽に買えた場合であってもやっぱり琵琶湖内ではすごくね貴重な種類で、まあ、下手するともう絶滅危惧種、これどうなのね、どうなってた、はい、イワトコナマズは絶滅危惧増大種10種類の中に入っている絶滅危惧の9種類のその次にね、危機に瀕している種類に入ってますね。ということでまあ基本的にすごくね少なくなっている魚の一つというね認識はやっぱりあるし、実際にね、じゃあイワトコ捕まえてよって言われてね、あいいよって言ってポッと捕まえられるもんではないんですね。なので本当にその条件のあった場所へ行って、ね、そこへ行ってもその日に出会えるかっていうと出会える時もあるし出会えない時もあるし、1週間に通っても出会えない時もあるんですね。でそれくらいすごくね、まあ、タイミングとか運もあるし、なんかないとねいつでも気軽に取れるもんではないし出会えるもんではないので、でもね、そういったことからも分かるようにやっぱり琵琶湖でも、ね、貴重な存在だと思います。でその辺りも踏まえた、飼育をしてもらえるといいなと思います。はい、そしていつものね、遺伝的なね研究の結果の大きなね展示の上の展示のところを紹介したいんですが、こちらですね、はい、でこれは、まずね琵琶湖ナマズ、これこの前喋ってなかったんですが、実はね1300万年前ぐらいにオナマズはね、ナマズの祖先からこう分化して、独自の進化をね辿ってるんですね。ということは、基本的に琵琶湖がね400万年前誕生したとすると、1300万年前ってことで琵琶湖が誕生する前にすでにオナマズはね独自の進化をこうスタートしてたってことですね。すごいですよね。琵琶湖生まれる前からもう琵琶湖ナマズいたってことですね。すごいですよね。で、まあその話は一旦置いといて、今日はイワトコナマズなんで、で、その後、こう、ナマズのね、先祖が琵琶湖ナマズとこう、分かれて進化。で、1000万年前ぐらいになると、やっとこう、ナマズが分化して、で、またこっちの系統に進むわけですね。そして長い年月を経て今から120万年前にやっと、イワトコナマズが先ほど紹介した一番近いと言われているね谷川ナマズとこう分化してそれぞれの、道をたどって現在に至るということですね。なのでこのナマズの歴史もねこうやって見るとねぶっちゃけ1300万年以上のね歴史があるんですね。すごいですよね。まあ、この遺伝的なね DNA もしくはこの外部形態なんかでもねもちろん違いがね、あるんですけどもまあこのすごくね、まあ、パッとわかるものとしては特にアングラーさんなんかは、釣った時にねこの口を開けてみると上顎後方したいって言ってこの上の口の一番外側にこう唇みたいなこうザラザラすんごいね細かい歯があるんですけどそのさらに奥ですね一個奥にもう一列ザラザラした部分があるんですね。でこの上顎後方したいが形が、一つになってこうつながってるタイプと真ん中を中心に左右にねピコッとこう分かれているタイプがあるんですね。でこれがとても重要で、パッと見ると、イワトコナマズと谷川ナマズは、綺麗にね分かれているんですね左右にね。でその一方オオナマズはこうずーっと一本でねザラザラした歯になっているんでそのあたりにもね
思います。でこのあたりについてはまたね、以前の琵琶湖ナマズの方の動画とかで多分説明してるし、カンボジアのねパンガシウスかな、の種類もたくさん10種類ぐらいねカンボジアいるんですけども、まあ、パンガシウスとパンガシアのどん底なんですが、その魚を紹介した時にも何回かねその写真とかねその名前をね出てきてると思うんで、またね探してみてください、はい、でこのイワトコナマズなんですが、もう本当にね語るとキリがないぐらい僕もすごく好きな魚で、たくさんねいろんなお話があるんですけども、今日は、この辺りで、終わりたいと思います。で今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございます。それではまた。